吉さん、やっぱりお金を大切に使うんだよっていう言葉をおそらくね私は大切に使うわけなんですよまさにまさに使うんですよでもこの言葉の捉え方をちょっと間違えるとお金を大切に使わないんだよっていうふうになっちゃってるのかもしれないですよねでここに1万円をもらいました大切に使うんだよと言ってその日のうちに1万円を大切に使う人と大切にしすぎてね 1> 1週間後にもその1万円が手つかずで残ってる人おそらく多くの場合は「もう使っちゃったの?」「もったいないな大切にしないと」っていうふうな批判が即使う人には浴びせられるんじゃないかなと思うんですよ。で1週間後にも1万円が手元にある人にとっては対しては「あ大切にしてるんだね」っていうふうな認識だと思うんですよ。でもおお金金っってて使使わない限りお金を使うスキルって 上がらないと思うんですよねじゃあちょっと乱暴な形ですけども借金が1000万できました、ね、この借金1,000万がどのようにしてできたのかによって1,000万がまあ比較的無駄な1,000万なのかそれとも大いにこれからのお金を生み出すための経験値を稼いでくれた1,000万なのかっていうふうに分かれると思うんですよ。おそらくですね会社の経営をしていて自分の私利私欲ではなくてね いろんなランニングコストのことや従業員の人件費などを考えに考え抜いてできちゃった借金っていうのは少なくともその借金のこう要素ですよねどうしてその借金ができたのかっていうことの分析はできてると思うんですよでも遊びほうけていつの間にかみたいなねそんな借金っていうのは多分あんまり残らないんじゃないかなと思うんですよ比較的ねで今この前もね吉田さんと話しましたけどもあの月間で100万円前後の ランニンニグコストがかかっていた身からすると今ランニングコストがほとんどないような状態ですねお互いにとなると毎月10万20万を仮に定期的に毎月のように使ってましたって言っても以前と比べるとものすごく楽なんですよねでセーブすることもできると以前のランニングコストは結局ランニングコストですから手残りがないわけなんですよでも今そのランニングコストがなくなったことを考えると 不思議なことにですね、売上規模はだいぶ少なくなりましたけども、自分の手元に残るお金の量っていうのはだいぶ増えましたよね。だから、大きな売上を狙っていくと借金は増えるけども、ミニマムな売上だと利益が増えるというね。うん、ここに行きますよね。だから、会社規模を大きくしたり、ビジネスを大きくしたり、限界に挑戦したり、さらに上上を目指す。それは、それで、 経済成長期の考え方なんですよねで今考えるのはなるべくたくさんのあらりを残してそのあらりでもって消費活動を積極的にすることとかなと思いますね。で以前吉田さんにしても私にしてもお金が全然ね手,の手元に残んない頃売り上げは各社にあったと思うんですよお互いに。でもその時ってじゃあポン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 ね車買ったり売ったりできたかっていうと多分できてなかったと思いますしじゃあ自由にね今日も明日も。 思ったように移動できたり自分の趣味時間使えたかっていうと時間の自由もなかったと思うんですよ。で売り上げ規模だけがでかいと。だからね売り上げっていう長面上の数字を求めるのにはあまりにも犠牲が個人的な犠牲が大きかったんじゃないかなと思うんですよ。ともすればその犠牲っていうのは誰かに搾取されてできた犠牲かもしれませんよね。言ってみれば従業員や自分の会長とかにね 搾取されれたのかもしれないです私の場合は従業員だけに搾取されたと言ってもいいですけどもね乱暴な言い方すればでも今搾取されるべき対象がいなくなったこの今ね全部がミニマムな売上でマックスな利益を求めることができるんですよね売上的には本当に月間で数十万からいって100万200万なわけですよ売上的にはねでもあらり的には悪くても50万残る しかも、真っさらで真水で50万円残るんですよね。それはマックスで使ってください。使えるお金なんですよ。となると、残りますよね。残るから、あと7万円の BMW。全然見えるな、と。うん。そんな形になるんじゃないかなと思うんですよ。はい。まあ、そんなことですよね。で、ここからね、ちょっとね、ガソリンスタンドにテーマを移してお話したいと思いますけども、一谷さん。あの、 ここ数ヶ月でうちの近くのガソリンスタンドが2軒潰れたんですよ。で、この2軒っていうのはどちらも50年ぐらいやってた。まあ、老舗ですよね。じゃあなんで潰れたのか。私なりに分析したんですけども、今軽自動車やハイブリッドカーっていうのが出てきて、給油のタイミングってすごく頻繁じゃなくなったと思うんですよね。そうですよね。 給油っってあんまりしなくなななくたんじゃないかなと軽自動車だったら月に3,000円とかで済んじゃうわけでしょで多分毎月3台ね車を持っていくのって私ぐらいのもんなんですよで一発の給油が安くても1万円はかかるわけですよねそう考えてみたらおそらく50年ぐらいやってるガソリンスタンドって経済成長期でこれからもっともっと車を買う人が増えて高級車も売れて で、ガソリンもどんどん消費されるよっていう世の中にガソリンスタンドを設備投資したんで多分ね儲かっていたと思うんですよそして翌年はもっと儲かってたと思うんですよどんどん儲かってたと思うんですよでももうここ10年20年ですか車の需要がどんどんシュリンクしていって車を持つ人も少ない免許を持つ人も少ない車を持ったにしても高い燃費のいい車ね高燃費車 ものすごく1リットルで20キロとか走っちゃう軽自動車とかハイブリッドみたいなのねほとんどガソリンを使いませんみたいな車が増えてきてガソリンスタンドに行くケースってめっきり減ったと思うんですよそうなるとガソリンスタンドで付帯サービス整備とかオイル交換とかこういうタイミングもなかなかなくなってきて求められなくなってきたんじゃないかなと思うんですよだからね ここ数年出てきたガソリンスタンドってそういうことを織り込んでるんで逆に潰れにくいけどガソリンスタンドは老舗であればあるほど売り上げ絶頂期の時に規模を増やしたんでねその時の減価償却がもう今ねまかないランクになってきてるんじゃないかなと思うんですよでガソリンスタンドはもうちょっとね間引きされていってもう近所に何店舗もあるって状況からね 例えば10分ぐらい走んないとガソリンスタンドがないよみたいなバランスをしていくんじゃないかなと思いますね。まあそれはそれで車のユーザーとしては不都合はないんですよね。ガソリンスタンドが混むことって本当に減ったんで、うん、私は結構ね、ガソリンスタンド結構頻繁に行く方なんですけどね。うん、行くときはね、3台持ってきますからね。1台行って満タンにして戻ってきて、1台行ってまた戻ってきて、もう1台行ってみたいな感じで。だからポイントカードがすぐ溜まりますよ。 で、やっぱりスタンドの方ともね、なんか車何台を持ってるんですね、みたいなことになってね。うん、今度あれ、トランザ持ってきますわ、みたいなね。<laughs> うん、なんか楽しいですね、そういうのがね。うん、はい。まあそんな感じでね、車に関しても、ちょっと燃費が、ちょっとあれなんで、単純に言えませんけども、せっかく車を買ったんだったら、やっぱ車を十分楽しみながらね、使い倒していきたいですよね。まあ、あの、1台使ってない車は私にありますけども、 でも家も同じでただ寝に帰るだけの家だったら賃貸でいいわけなんですよでもそこでがっつり暮らすとなるとねやっぱりいい家にしたいなと思いますし家が住まいであり会社であり仕事場でありみたいなことになるとやっぱり仕事の思い出とかストーリーとかも住まいにそのまま反映されてくるわけですよねだからちょっといい椅子買ってみようかなとかねあのいいテーブルにしようかなとかいいマイクにしようかなとかいいカメラ買おうかなでも全然割に合うかなと思うんですよそれは趣味事でありも お金ちなみに私ねちょっとねあのリビングをねちょっと高級ソファーにしてみようかなと思うんですよ。うん、でも例えば高級ソファー30万で買うとするじゃないですか買った瞬間30万でびっくりしますけども結局会社の経費としてね、うん、ぶち込むこともできるしそれから30万のソファーってどのぐらい使うかっていうと多分ね10年は絶対使うんですよね。 そうなると割り算したら結構安いなって感じたりとかその椅子によって得られる快適さとかね考えるとねもう中古で売ることもできるでしょうしねだからもう使う頻度が違いますからねあの今リビングに置いてるソファーももうめちゃくちゃになってスプリングもヨレヨレになっちゃって相当使ったなと思いますよね修理してもいいぐらいなんですけどね お金いいっっぱい使った方がなんかいいっぱい残るんじゃ,ないかな、うん、じゃあいろいろ話しましたんでまとめていくといいいいいっぱい稼いでいっぱぱ稼で使う、ね、そうすると稼ぐスキルも溜まっていくし使うスキルも溜まっていくんでお金とすごく仲良くなってくるお金の正体に近づくんじゃないかなと思いますけどもお金をあんまり使わないと例えば1回の買い物で10万円の世界とか100倍の世界とかって分かんないわけですよ。うん そうそうそそれでねこの前お話した億万長者の方がいたんですけどもこの方がねまたいいエントリーを送ってくださったんですよというのがねその方はね普段からあのルイ・ヴィトンのショップに行ってで応接室で新作をもう店頭に並ぶ前に買うそうなんですよそうするとどんなことが起きるかっていうと新作のルイ・ヴィトンを着てるわけなんですよねそうするともうね街中では着てる人がほとんどいないんですよ いいたらいたらでねその人は自分と同じ立場の人だなって分かるんでちょっと目が合うそうなんですよねニヤッとしながら。うん、で結局市場に出る前にもう何優先的に買っちゃう人っていうのは VIP の人っていうのは VIP の人同士のつながりができてそうなると VIP の人は VIP の人でね大富豪であれビジネスで成功した人であれ全く違う考え方と全く違う人脈とかあの媒体を持ってるわけですよね。 そうするとお互いの稼ぎ方を話し合うとじゃあお互いの商売をお互いの、まあ、メディアで紹介しましょうっていう風にやってくるんですよ。だからこの商売のネタが尽きないっていうんですかね。うん、でそれはもう国境をまたいでお金持ち同士でつながる世界。じゃあ何でお金持ち同士でつ,つながるかっていうとなんかお金を使ってる人同士でつながってるっていう風になってみたいですね。だから普段おお金金を使ってるのも全部お金持ちに 出会うための経費であって、例えば月に1000万とか2000万円分のブランド物を買っても、それは月に1000万、2000万、5000万のブランドを買える人との入り口になるそうなんですよね。だから新作発表会とかこうクローズであるんですけども、そこに招待される人って VIP の中でも超 VIP で、発表されたら必ず買うみたいなね、大富豪なんですよ。お金持ち。 じゃあその場所に行ったらすでにもうお金持ち同士しかいない空間に行けるからそこでのお金の学びがあったり新しいビジネスを知ったり投資案件紹介してもらったりとかまあとにかくね儲かる場所らしいんですよ。でもその儲かる場所を維持するためには普段からお金をバン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 使っていないといけないし基礎的な自分の,その使えるお金っていうのはこれからあのこれまでずっとね積み上げてきて作っていったんだけどもその先にさらに稼げる世界があるそうですよね。 そうすると、朝食で3000万円使うような場所にも、なんかね、遭遇するそうなんですよ。朝食に3000万円使うってどんない味のみたいな感じがしますけどね。はい、じゃあ、お金、すごいっすね <laughs>。いってらっしゃい。